はい、皆さんこんにちは、渡辺るいしゅうです。今回はですね、ブロックフードという新しいゲーム少しやっていきたいなと思っています。で、どんなゲームかっていうとですね、まあ、一言で言うとシムシティとか、そういうものに近い街づくりゲームになっているんですけども、ちょっとね、面白い要素として横に広げていくっていうよりかは、こう縦に広げていくっていうゲームになっています。なので、ちょっとね、今回は皆さんもどんなゲームかわからないよっていう方多いと思いますんで、チュートリアルをね、少しプレイしていきたいと思います。では早速1番からやっていきます。基本的にですね、このブロックフードに関して言うと、今からやるチュートリアルとストーリーモードと、あとまあフリーのモードの3つが用意されていて、まあ、今回はねチュートリアルで皆さんと一緒にどんな、システムになっているのかっていうのを見ていければなというところになるので、今回チュートリアルをプレイして、次回以降ねストーリーモードもプレイしていければなと思いますので、まずは、このチュートリアルモードを皆さんと一緒にやっていきたいと思います。で、1、作ると壊す。ブロックを作ってみましょうということで、下の方から作るを選んで、ブロックを一つ作ってみましょうということで、今実際にね、ブロックを作ってみました。で、今作ったのがエレベーターを作ったんですが、まあここでは何でもいいんですけど、ブロックを作ったので、今度はこのブロックを壊すっていうね、まあこのあたりは、よくある街づくり箱庭ゲーム系であるオペレーションなので、まあ、作る壊すという単純なオペレーションに関しては、直感的に操作ができるので、興味ある方いらっしゃればね、すぐにできるんじゃないかなと思います。あとは画面の動かし方ですね、ズームインズームアウトはマウスのホイールのを回してできますというところと、あとは、まあ、マウスを選んでですね、まあ、回転もできますよというところですね。あとは視点を動かせますというところになります。まあ、このあたりも特に問題はないかなと思いますので、サクッと次に進んじゃいましょう。で、特に面白いのがですね、空気から作っていくっていう要素になっているゲームなので、そのあたりの資源、まあ、ちょうど今出てきましたけども、資源管理がかなりシビアになってます。で、今回は、ソーラーパネルを選択ということなので、まず電気を、ね、作るっていうオペレーションですね。これはで、ソーラーパネルはインプットは何もいらないんですが、アウトプットは電気が1作れますということになります。で、今じゃあお金、画面左出しましたけども、お金が100あって、実際にはですね、今ソーラーパネルを1個作ったので、画面右側ソーラーパネルで生産スピード、これが右の方にゲージがずっといけば電気が1アウトプット作られるというところで、左側の方に電気が1今出てきましたね。こういう形で電気も作っていくっていうところで、資源管理ですね、このあたりはかなりシビアになっているので、好きな人にはねかなりたまらない作りになっているんじゃないかなとは思います。で、今度は今そうですね、ソーラーパネルを作りましたけども、今回は樹木ということで木ですね。木をじゃあ3つ作りましょうということなので、木を3つ選んで作りましょう。で、これはですね、ブナの木を植えたんですが、インプット必要な資源としては地下水が3で、ちょっと字が小さくて見づらいんですけども、温室効果ガスがあるとさらにアウトプットにプラスの効果が出ますよというところなんですね。で、アウトプットは新鮮な空気に源泉地にレジャーというのがアウトプットとして出ます。で、インプットとアウトプットで今ね、地下水が3、赤になっていると思うんですけど、これは地下水が足りていないという状況なんですよね。そうすると何が起きるかというと、地下水が足りない状態なので、樹木がどんどん枯れていくという状態なんですよね。なので今、徐々に赤くなってきていると思うんですけど、これ完全に赤くなると、樹木が枯れてしまうという状態になります。なので、資源作った時じゃなくて継続的に必要になるので、作る時に水があってもその後持続するためには水を供給し続けなければいけないっていうところがポイントになってくるんじゃないかなと思います。では次は水を
アウトプットを生産するブロックを探しましょうということで、ここにある井戸ですね、地下水2から水が2作れますということで、今ある資源は地下水が100あるので、まあ、井戸を建てて水を作っちゃいましょうという感じですね。で、3作れるまで待ちましょうということで、今アウトプットが2なので、この井戸は、3つ一気に建てて、まあ、生産のスピードを上げちゃいましょうというところになります。で、今アウトプットとしては1できて、これで3になりましたね。で、ちょっと冒頭話していた新鮮な空気を作るために水を出しましょうということで、ニレの木、これは地下水1.5から新鮮な空気が2ということになります。今画面が暗くなってきてますけど、これ夜になってますね。はい、これで画面左の方に新鮮な空気も作れましたと。これで初めて人、生物が生活できる環境が整ったという状態になります。なんで当然空気がなくなれば人もいなくなっていってしまいますからね。では次はアクセスということで、まず真ん中に井戸を作りましょうということで井戸を作りました。で、井戸を作っただけだとこの井戸に誰もたどり着けないので、まあ、これだと井戸が崩壊していってしまうんですよね。なので井戸に対して道をつなぎましょうというオペレーションになります。これで青に変わったと思うんですが、この状態であれば、正常に井戸が稼働している状態になります。で、ここに対しても、水をじゃかじゃか作って先に進めたいので、井戸を3つ作っちゃいましょう。で、3たまるのがもう時間の問題で3たまりますね。画面左側、資源のパネルの方には水が今4、お金が99、地下水96というところになっています。で、今度はですね、このアクセスって言ってもどの方向でもいいわけではなくて、実は向きが決まってるんですよ。なので向きにも注意しましょうということで、青色の矢印が道につながっていれば、正常に機能する、アクセスできる状態ということになるというチュートリアルになりますね。なので、建物を建てるときには向きがかなり重要になります。せっかく建ててもその向きが間違っていると機能しない状態になりますね。では、アパートを作りましょうということで、これがアパートなんですけど、インプット新鮮な空気1、電気1、水、レジャー、それぞれ1ずつで、アウトプットが労働力が3、まあ、あとはもろもろできますよということで、これをちょっとね、建てちゃいましょう。で、見るボタンを押して、やってみると、赤い矢印が出てると思うんですけど、この赤い矢印がきっちり青に変えてあげないと、機能しないという状態になりますんで、これを回していくと、どういうアクセスになるかっていうのが出ていると思います。なので、これに対してまた道を立てていってあげましょうというところですね。道を立てます。この道も向きがちゃんとありますよというところですね。なので、ちょっと一旦これを取り壊してしまって、アパートですね、きっちりアクセスができる向きに立ててあげましょうという練習になりましたね。なので、1個前でも話したように、きっちり向きをね、揃えてあげないといけないというところが少し難しいポイントになっていきます。で、続いてエコロジー、樹木と井戸ブロックを使って新鮮な空気を生産しましょうということになります。では、まずは井戸を立てちゃいましょう。で、ここに対して樹木をガッと立てていきましょう。
で、井戸もね、数があればいいというものではないんですが、今は、お金はいっぱいあるという状態なので、この後そのまま電気も生産していっちゃいましょう。炭に関してはアクセスがついている状態なので、炭に立てる分には向きとかはね、あまり気にする必要はないです。で、今電気も生産が進んでいますので、今度はこれにアパートを建てましょうというオペレーションですね。これも隅っこに建てとけば基本的にはアクセスを気にする必要はないです。で、空気と電気と水とレジャーが揃っているので、ここにアパートを建てることができて、アパートが稼働すると、ここに関して言うと労働力と汚水と、あとは、有機性廃棄物に消費者が、アウトプットとして出てくるというところになります。なんで、ゴミもね、どう処理していくかっていうのも、実はこの後のストーリーモードで出てきたりします。では、今度は縦方向ですね。このゲームの、一つメインって言ってもいいかな、ちょっと面白い要素になってるんですが、これが縦に立てていくっていう感じなんですよね。で、これ、今縦に立てましたけど、アクセス状況を見てみると、下は青でいいんですけど、上が赤でアクセスがない状態になってますんで、これにエレベーターを立てていきましょうと。で、エレベーターを立てたら、エレベーターから道をつなげてあげると。ちょっとね、今、違うものを選択しちゃいましたけど。廊下をつなげてあげればきっちりと機能するというところになります。で、アクセスが良くないのでアクセスを変えてあげましょうと。これで OK ですね。なので、実はこのブロックフードは、マス目、マップの大きさがかなり小さくて決まっているので、縦方向に伸ばしていく必要があるんですよ。なので、今あった縦方向へのオペレーション操作っていうのは、もう基本中の基本というか、それをうまく駆使していかないとストーリーモードもクリアできないっていう状態になってます。では、ここに対して今度は廊下を建ててアパートを建てましょうということなので、アパートを建てましょう。で、この時向きはね、注意が必要ですね。今、左から赤矢印が来てるんで、これを回転させて道側に作ってあげます。で、次はアパートの横にブナの木を建てましょうということで、ブナの木を建てました。これで今一瞬アパートのところに上の青い矢印が出てたと思うんですけど、これ何が起きているかというと、今、アパートを見ているんですけど、さっきまで見てもらったとき、アウトプットって3だったと思うんですね、労働力が。ただこれ3.3ということで、10%のプラス補正がかかってます。これが樹木とアパートを並べたときのシナジー効果です。で、マイナスのシナジー効果っていうのも実はあって、それを確認するために、アパートの隣に工場を建てましょうということで、プラスチック工場ですね。労働力4、電気1、石油2を使って、お金などなどを作るこのプラスチック工場を建てると、今度アパートに下矢印が出たと思うんですけど、この下矢印で労働力がさっきまで3.3アウトプットで出ていたものが、画面左下、右下2.4に下がってると思うんですよ。なので、環境もかなり考えて建てていかないといけない。住居の近くに工場って、普通に考えたらあんまり嬉しくないですよね。そういった要素も考えながら、きっちり限られた小さいスペースを有効に活用していくっていうのが、このゲームのね、面白いところになってくるんじゃないかなと思いますんで、今回はちょっとね、操作と仕組みとシステムを簡単にご紹介しましたので、
次回以降はですね、こちらにあるストーリーモード、第1章から第5章までありますんで、これをちょっと皆さんと一緒にプレイをしていきたいなと思いますんで、ぜひぜひ興味ある方いらっしゃればですね、Steam の方で発売されているゲームになってますんで、ちょっとね、やってもいいかな、やりたいなっていう方いれば、Steam の方を覗いてみていただければと思います。というわけで、ちょっと今回はね、チュートリアルだけになりますが、一旦ここで終わりにして、次回、ストーリーモードをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、Twitter の方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひ Twitter の方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。